だんだん心惹かれてくこの星の希望のかけら、きっと誰もが永遠を手に入れない。はい、どうもリフトです。というわけで、今回ですね、毎週やらせます本期2024年冬アニメ、配信人気ランキング各トップ10やっていきたいと思います。というわけで今回ですね、今期第11週目の配信各トップ10、いよいよですね、まあ、本期も大詰めということで、もう次回でラストにやるぐらいですかね、配信人気ランキングという、いつも全部で、5タイトルですね。 D アニメソーさん、 Amazon プレミアムさん、 Netflix さん、ニコニコ、あ、違う、ニコニコ、アベマ TV さん、 GM さんですね、それの、第11週目トップ10紹介していきたいと思います。じゃあちなみにニコニコ動画さんはですね、途中からも順位の変動出てないですので、もう紹介してないんですけれども、ポンの道が前回入ってきたというところですけど、まあ上位もほぼ変動なくという感じでね、推移しておりましたというところですけどね、まあ、本当まあ配信人気というとね、だんだんこうこのクールの終盤になってくるとほぼまあ固まってくる中で、まあ、本気はですね、やっぱ1位2位がずっとデッドヒートを繰り広げているという中で、今回もまだ、ね、とんでもない熾烈な、争いになってました。はい、でまあそれ以外もですね、まあ、あの先ここに来てね、ランクイン来たっていうところもね、また盛り上がりもあったり、まあ、やっぱ変動は少ないんですけどもね、まあ、それでまた、まあ、感想もちょっと挟みながらですね、まあ、動向も含めて話していこうと思いますので、で最初から最後までお楽しみいただきましたら、皆さんのランキングに対する感想、ご意見、いろいろコメントお待ちしています。ということで、早速ですね、やっていきたいと思います。まずですね、D アニメソーさん、第11週目トップ10紹介していきます。それですね、こちらでございます。早々のフリーデンということでね、まあ、早々のフリーデンはですね、もう本当に強いということに、ね、なってまして、もう、何週だ、もう4週目からか、ずっと1位というところで、8週連続ですね、これで1位という項で、1週まで1位でしたんで、まあ、これで9回目の1位、8週連続1位という項で、ちなみに、残り2回は薬屋の人ということね、1位だったというところですけどもね。まあ、まあ、その薬屋が1位になった時はね、もしかしたらこれ薬屋とフリーデンで入れ替わりになるのかとか、ね、薬屋ずっと1位飛んでないかとか思いもあったんですけど、やっぱフリーデンが強かった D アニメというところですね、1位と。で、2位薬屋、第3位俺だけレベルアップな剣、第4位マッシュル、第5位アクアグレージョレベル99、第6位月道、第7位、治癒魔法の待ち方、ここで一緒ですね。7位までは全部順位は一緒というところで、まあ、このやっぱ安定してきたところなのかなとは、思ってますけどもね。はい。マッシュルがやっぱすごいですね。もともとランク圏外だったんで、ここまで、ね、もう4位でもはや安定してる順位というか、すごいですね。はい。全く一過性でもないっていうね。これがすごいです。第8位がダンジョン飯、第9位、即死と、ここは入れ替わりましたね。はい。ということで、まあ、即死とかね、加工戦にいた中で、まさかダンジョン飯、やっぱ、ダンジョン飯は本日新作だって一番配信機あるなというふうに見てるんですが。マスクマン、即シードと、即シードも、もともと3位いたんですよ、即シードなんて。どんどん順位落ちてきちゃったという、なんか、ダンジョン飯も4位にいたわけなんですけれども。はい。で、ここがまた入れ替わった。ここは多分、僅差なんでしょうね。結構入れ替わってますからね。第10位が、望まぬ不死の冒険者、11位、シャンフロ。ここはね、同じ順位というところにね、なりましたけれども。フリーデンが、なんと、まあ、8週連続1位というね、もう本当、とんでもない、強さでございました。おめでとうございます。はい。では、続いてですね、Amazon プレミアさん、第11週目トップ10紹介していきます。そうですね。こちらでございます。マッシュルニキチということでね、もうブリンバンバンボーンが止まらないというところで、まあ、最近やっぱね、ほんとなんか小学生とかにめちゃくちゃ人気だっていう話を聞きまして、なんだっけ、ひき肉ボーイじゃなくて、絶対違う。絶対に違うね。ちょっと待って、本当に名前忘れちゃったんだけど。ね、なんか小学生の子たちめちゃくちゃ人気の子たちで、ちょっと待って、本当に名前出てこないんだけど、もうやばいよ、僕もおじさんですね。はい。いや、僕もね、まあ、僕5月誕生日なんですけどね、まあ、去年からもうアラサーに突入しちゃったもんですからね、なんかこう、友達とかの誕生日祝ってもね、なんかもうアラサーだなって、なんかしんみりとしたね、感じになっちゃうわけなんですけど、ちょっと物忘れが。じゃあ待って、本当にちょっとこれ思い出したいんだけど、ひき肉です!ひき肉です!しかわかんない、ちょっと待って。これは問題だな。これは、大問題かもしれないけど、まあまあ、そんなね、人たちも、まあ動画を、出しているというね、とこで、ちょっと待って、まあ、これでもう分かりそうだな。はい。ということで、ちょんまげ小僧ですね。すごいな、151万人。大先輩なんですね。すいません、大先輩の名前忘れてしまうというところなんですけどね。まあマッシュの動画をね、出すぐらいですから、本当にもう、ね、もう全世代的に人気が広がって、もともと女性人気は高かったはずなんですけれども、もう子供たちにも人気になっているというね、ことが起きてまして。はい。ということで、でも素晴らしいですね。はい、マッシュ。というとこですね。なんか、まあ、小学生とかなんかね、まあ多分、まあ前回も多分言ったと思うんですけど、見てないのみたいな。いうなんか風潮すらあるっていうね話ですね。はい、すごいですね。アマプラもね、もう連続1位ですね。はい、もう本当に人気がですね、とどまるところを知らないというところで、もうマッシュルは何週連続なんだこれ。もうずっと1位だな。
1、2、3、4、4週連続か、1位ということで、7週目の時もね、まあ、アニメだけだったら実質1位なんですけど、はい、ということで、もう、アマプラでもこう1位を無双していると。第2位、薬は第3位、フリーで、まあ、これはやっぱ硬いですよね。第4位が、私の幸せな結婚なんか実写がなんか、多分配信始まったのかなっていうところですけど、ね、僕ももしかしたら見てみるかもしれないですけどね、第4位と。第5位が、俺だけレベルアップな件。俺レベルやっぱ配信機高いですね。第6位、陽一3期。陽一めちゃくちゃ怖いですからね、もっと上がっていいとって、まあ、3期のやっぱ難しさがあるんでしょうね。すごい評価されてるんですけど、なかなかやっぱね、順位は上がりづらいのかなと思ってます。第7位が最強タンクですね。最強タンクは正直でね、話を聞かないし、ディアミも入ってきてないんですけど、ね、しっかり7位入ってると。第9位、僕やば2期。これだ。僕やば2期みんな見てくれ、マジで。アープラ独占だからね、アマゾンだけでは順位高くて、高いからあってほしいんですが、9位と。第10位、外科医リーズ。外科医リーズでもね、一時期僕もかなり厳しいことで、またもう一度面白くなってきてですね、いいですね。10位というところですが、マッシュが4週連続1位でございます。おめでとうございます。はーい。では続いてですね、ネットフリックスさん第10週目トップ10紹介します。それですね。こちらでございます。こちらマッシュが実質1位ということで、ネットフリックスさんね、もうずっと順位がほとんど変わってないんですけれども、マッシュの1期と2期がずっとトップ10入ってまして、で、クスリアとオデレベキングダムがランクインしているというところで、まあこれは構図はね、変わらずというところね。ところで、まあキングダムはね、なんかなかなか配信ってなんか見てることが多いんですよね。っていうところでもね、トップ10ギリギリというか、ネットフリックスでなんか、配信今日入ってるような感じになっております。はい。ではですね、アベマ TV さん、第、11週目トップ5、紹介していきます。それですね。こちらでは、クスリアの一人ごと1位ということでね、クスリア前回ですね、ついにこう、1位が入れ替わったんですね。フリーレンが、ほんともうクスリアがね、ずっと今期はもう、9週連続かだから、1位になってたわけなんですけれども、まあ、前回こう10週目にして初めてフリーレンが1位を取ったと。いうなら、また再びクスリアが1位を取ったということで、前回やっぱ薬はフリーレンすごかったなという感じもしますけどもね。クスリアが1位。そして、第2位がフリーレン。第3位がマッシュルというところね。まあ、前回ダンジョン飯が一気に来たわけなんですけれどもね。今回はまたしっかりマッシュルが、3位に返り咲いたというような感じですね。第4位が即死第5位、モフナレということで、ここに来てですね、もともと入ってたような作品たちが、戻ってきたという感じで、まあ、即死でも最速配信かな。で、もうこの間1週間最速先行配信とかなんで、そもそも強かったんですけど、やっぱね、マッシュルとかもそうですし、妖術とか、オレレベとかね、ダンジョン飯とか、この辺に人気が取られてね、ランク外になったんですけど、また再びトップ5に入ってきたということで、まあ、最終回近寄ってきたからなのかっていう感じもしますけどもね。はい。っていう中ですが、やっぱトップ3は非常に強いという中で、クスリアが、また再び1位も取り返しまして、10回目の1位でございます。おめでとうございます。はーい。ではラストですね、GM スタンダードさん、第11締めトップ20紹介して以上となります。今回第11締め、GM スタンダードさん、第、トップ20、それが、こちらでございます。早々のフリーレ連続1位ということでね。まあ、今季はやっぱこのフリーレンとはもう薬屋がずっとデッドヒートをね、繰り広げているような感じで、結構今季はね、薬屋はもうガンガン1位取ってるような感じだったんですけれども、フリーレンはここに来て最後2週連続1位ということになってます。で、リーチポイントをね、見ていただいたらわかると思うんですけど、なんと330ポイント、329ポイント、1ポイントだって。超激戦のせいですね。もはやどっちも1位、タイがあり得るんじゃないかというぐらいですけどね。フリーレンが1位ということでございます。で、薬屋が2位という。まあ、これやっぱ強いです。第3位、マッシュです。また再び、マッシュは今回は、あれですね。そうか、ワンピースが2ランク落ちて、マッシュルとキングダム、コンティアニメがね、ガンガンと上がってきてですね、キングダムすごいですね。なかなかこの紹介してるサイトだけだとね、なかなかキングダムの人気って正直見えてきてないんですけれども、やっぱ5期といえどもですね、非常にまあ、累計物1億も突破してる作品ですしね、本当、見てる方ものすごく多いなという、また最新の展開めちゃくちゃやばいというか面白いですよね。国有権の戦いすごい激アツなんですけれども、4位すごいですね。4位上がってきたというところで、コンティアニメはここに来てトップ4入ってきたというところなんですが、まあ残念なことにですね、フリーレンとクスリアは全期からの、継続作品であって、マッシュは続編、キングダムも続編というところで、やっぱ新作タイトル頑張れっていう感じがしますね。そんな中で、まあ、ダンジョン飯がですね、12位という、まあ、唯一ですかね、トップ20に入っているというところでございます。配給も相変わらず人気で、報酬もとどめない勢いでね、もう60億くらいいったのかな、100億はいけるのかっていう感じですけどね、7位と。第8位、コナン。コナンもね、コナンの映画も、でももうすぐですよね。もうこれも僕すごい楽しみに。いよいよね、ヘイジとカザーがちょっと、映画でくっついちゃうんじゃないかというふうに思ってますけどね。なんかね、やっぱ映画たまにサプライズあるんですよ、コナンって。原作超えちゃうみたいなのがありますんで、ちょっとここに期待してるんですよ、僕は実はね。はい。ということで、コナンが8位と。で、不適切にもほどがある。これドラマか。もうこんなの本当面白いしね。
僕の母がよく言ってます。クレヨンしんちゃんの方が分かってます。で、第10位ドクタースランプ。俺前回ですね、鳥山先生がって話をしたんですが、ドクタースランプどうやら韓国のドラマにもあるらしく、そっちなのかもしれないっていうところでね、うわやらかしたと思ってたんですが、18位にドラゴンボール入ってきました。やりました。はい、鳥山先生、本当にもう前回も言いましたけどもね、もう不滅です。はい、まあ、こうやってね、なんか女神のカフェテラス読んでたらね、ちょっとなんかドラゴンボールパロンみたいなの出てきて、ちょっと僕泣きそうになっちゃったんですけどあのね、前アニメやってたって、瀬尾先生ってね、マガジンで書かれてる方なんですけど、まあ、ドラゴンボールはね、ほんともう国民的すぎるアニメでしたし、ダイマですか、またね、始まるっていうこともあるんでね、やっぱこう、まあ鳥山先生の思いはね、まあ、永遠にこう受け継がれていくんだと思いますし、ほんと多分鳥山先生を目指して漫画を描き始められたみたいな方すごいやっぱ多くてですね、 X 見ててもすごいやっぱ何回も泣きそうになりながらね、読ませていただいたんですけど、泣いてましたけれどもね、はい、本当にもう悲しい限りなんですが、はい、まあ、こうやってね、また作品がこれを機にやっぱ見られるきっかけになるっていうのはやっぱね、まあ、そこはなんか唯一の救いというかね、うん、とこでもあるし、やっぱドラゴンボールとかもうほんとめっちゃ好きな作品でね、もう小学生とかもう小学生で、ね、もうちっちゃい頃からずっと見て育ってきた。僕覚えてますよ、クリスマスプレゼント、ドラゴンボール、スパーティングメテオ、めっちゃやり込んだわ。とかね、やっぱこう、やっぱ本当になんか、生活の一部みたいな存在なんですよ。ドラゴンボールというか鳥山先生、うん、ドクタースランプももちろんです。もちろんですけど、うん、っていうことなんでね、ちょっとまあ僕も全然やっぱ取り扱ったさ、動画って言ったらね、多分映画の感想ぐらいかな、うん、めちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、てかまあドラゴンボールはどれも面白いんですけどね、うん、なんかよくね、ちっちゃい頃今ってかリビングで見てたらね、叫んでるだけだとかアニメね、それドラゴンボール有名な話ですけど、尺がね、原作が追いつきそうになっちゃって、ワンピースも昔もよくあるんですけど、ドラゴンボールってさ、あーとか言うだけで終わるさが言う回があるんだよね、マジで。ほとんど気を入れるだけみたいな回で終わるとかあるんですけど、まあまあまあ今思ったら面白いんですけどね。はい、まあまたね、ちょっとまあ僕もこうやって動画で少しでもね取り扱いたいなっていう思いがあるんでね、まあもちろんダイムとか始まったら動画も出すかなと思いますけどもね、はい、本当心得て鳥山先生ね、ご冥福お祈りします。はい、っていうところね、まあ18位入ってきましてね、まあみんな見ますよね、これね、見ますよ、それはね、はい、ということで、して19位ある男、20位 I love you というところですね。まあ、フリーレンが2週連続1位、 SX リアが2位、マッシュル、3位、キングダム4位ということで、こういって今期がね、アニメがトップ4に入ったというところなんですけどね、トップ4、独占したというところなんですけれども、ちょっとやっぱ新作がどうしてもやっぱ弱いなというのがね、否めず、またですね、俺だけレベルアップなゲームかなり人気だなと思ったんですけど、なんかやっぱ途中が入ってこなくなっちゃったという感じでしたけどね、うん、まあまあまあ、はい、ということで、まあ今期もね、ほんといよいよクライマックスというところで、まあ次回が最後になるかなと思いますけどもね、まあ最後まで、お楽しみいただきましたら幸いです。はーい、ということでね、以上となりました。ドラゴンボールって言ったらね、まあ、無印もさ、Z ももちろんですけど、僕 GT めっちゃ好きでね、GT めっちゃ好きだと思ったらさ、あれなんかオリジナルらしいね、僕びっくりしたんだけど、そう、なんか多分、だいぶ見終わったら多分2、3週見てんだよ。めちゃくちゃ面白くてさ、もう、ゴジータとかもね、最後のね、とんでも面白いんですけど、あれがオリジナルって、それびっくりしてるんですけどね。はい。あれは無印、まあ全部好きですね。まあ、Z のフリーザとかもね、セールも、まあブームでも。はい。まあスーパーとかもね、すごいやっぱ楽しく、見てるわけなんですけどね。はい。ということで、まあドラゴンボールの思い出は、まあちょくちょくと、また他動画でもね、語りながら、チャンネル動画もできれば出したいなという感じですけどね。まあ、あくまで今期動画なので、ちょっと、今期のとこ話で締めたいんですが、まあね、やっぱフリーレン、薬が非常に強い中で、マッシュルがね、やっぱもう完全にトップ3の座をね、確固たるものにしながら、今回は GM で言うと、キングダムがまた上がってきたというね、結果でございました。はい、という感じで、ここまで今期2024年冬アニメ第11期目の、配信企画トップ10の紹介は以上となります。ありがとうございました。で、皆さんね、ランキングでする感想を言うのみるまたコメントお待ちします。最後ですね、まあ、次回かな、最終週の、配信機トップ10もね、また上げますんで、まあ、ぜひね、チャンネル登録、高評価の姿勢でまたね、ご覧いただけますと大変です。またそれ以外もね、いろいろとね、動画も上げていきたいなと思ってますね。よろしくお願いします。ということで、以上となります。最後の試合、ありがとうございました。